災いのカラス。5月上旬、ガリア軍の反攻作戦は思うようにいかず、中部戦線は停滞していた。対する帝国軍はガリア北西部への侵攻作戦を開始。ガリア全土の半分が帝国軍の占領下に入るのも時間の問題だった。殿下、イエーガー将軍は間もなく参ります。うん。この要塞でのお暮らしに不便はございませんか？くだらぬことを気にするな。貴様は勝つことだけを考えておればよい。は、失礼いたしました。悪い、遅くなった。殿下を待たせておいてその態度、無礼な。よい、控えよセルベリア。はい、殿下の仰せのままに。では揃ったところで私から戦況報告を始めさせていただく。北部方面軍は北部の中心地ファウゼン攻略を目指し、周辺地域制圧を進行中です。沿岸地域および港湾施設の接収も完了し、ラグナイト鉱山の資源を海路で本国へ送ることが可能となっております。少々手こずってるな。ファウゼンの守りはさすがに固いか？兵力の消耗を避けるため確実性を重視したまでのこと。
今後を見据えてのことだ。では次にイエーガーの報告を聞こう。南部はすでに1ヶ月前から安定した戦線を構築済みだ。ユエル市を拠点とし、クローデンに補給基地も作った。ただ南部は河川が多く、大部隊が渡河可能な橋梁が少ない。また南部にはガッセナール城というガリア軍の拠点があり、いささか手を焼いている。まあ補給線を立てば落ちるのも時間の問題だが、早めに潰した方が良いのではないのか。そうしたいのは山々だが、中部戦線も支えないといかんのでな。セルベリア、中部の状況は思わしくないのか。中部方面はバーゼル峡を奪還されてから膠着状態が続いています。ガリア軍の主力は中部戦線に集められており、首都ランドグリーズを防衛する構えを見せています。ガリア軍が中部に集結しているうちに北部と南部の制圧を進めていけば、我が軍の勝利は揺るぎないものとなりましょう。1ヶ月でランドグリーズを落とすはずだったのだがな。軟弱なガリア軍とはいえ、最終防衛ラインは死守したというわけです。しかしすでに我が軍はガリア領の5割を占領済み、勝ちは見えております。北部のファウゼン、南部のクローデン補給基地、この2つの拠点を中心に中部と連携を取れば、ギルランダイオ要塞からの長い補給線に頼らずに済む。最前線への補給が楽になり、兵も拠点で休ませられる。長期戦でもこちらが有利だ。殿下の勝利をお約束いたします。勝つための手段は幾重にも巡らせてある。我が手に欲するは完全なる勝利だ。それを忘れるな。は
義勇軍第三中隊隊長エレノア・バーロットだ。援軍感謝する。422部隊隊長のセブンです。早速ですが戦況確認をさせていただけますか。現在我が隊は正面に布陣する帝国軍の一個大隊を相手にこの陣地を防衛中だ。ここを放棄すると帝国軍は再びバーゼル峡を狙う足がかりを得ることになる。絶対に引くことはできない。しかし司令部に当戦線の重要性を強く訴えたのだが残念ながら理解は得られなかった。援軍が不十分だと？率直に言えばそうなる。我が軍は苦戦中だが逆に勝機も見えている。兵力で上回りながらも敵の攻撃は鈍い。遠征の疲労がある証拠だ。戦力を集めて攻勢に出れば打ち破ることも可能なのに司令部は動かず敵に補給と休息の時間を与えてしまっている。それが残念でならない。状況は把握しました。この戦況は我々が打開します。何だと？大尉の言う兵の疲労に加え敵軍にはもう一つ弱みがあります。彼らはガリアの地理を把握していないため伏兵を恐れているはず。伏兵か。なるほどな。敵部隊の背後には森があり回り込めば今日着くことが可能です。待て、一個招待で奇襲するつもりか？いえ、攻撃ではなく陽動をかけます。伏兵がいると見せかけて混乱を誘い正面の第三中隊が突撃する。突撃だと？いや、これまで防戦一方だった我が軍が打って出れば勝負をかけてきたと考え敵は伏兵が陽動だとは思わない。強力な伏兵がいる可能性を意識させるだけで十分です。圧倒的優勢な帝国軍には今ここで危険を冒して戦う理由がないのですから。奇襲される可能性を少しでも考えたなら指揮官は退却を選ぶか。確かに理にはかなっている。だが見破られた場合は？失われるのは我が部隊のみ。大きな問題はありません。分かった。作戦を許可する。ただし確実な成功を期して第三中隊からもう一部隊派遣する。所定のポイントで合流し共同で作戦に当たってくれ。了解しました。では出撃準備に入ります。ネームレスというのは使いべらしの懲罰部隊と聞いていたけど随分印象が違うわね。あ、来たよ、ウェルキー。あの黒い軍服、バーロット隊が言ってた422部隊に間違いないね。変わった軍服ですね。正規軍とも義勇軍とも雰囲気が違う。どんな人たちなんだろう。こんな作戦を思いつく部隊だ。きっとすごい人たちだろうな。義勇軍第三中隊第七小隊ウェルキン・ギュンター少尉です。よろしく。422部隊の隊長セブンだ。よろしく頼む。セブン？変わった名前だな。名前ではなくナンバーだ。我々は軍の記録上に存在しない部隊なんでな。存在しない？カメレオンみたいなものなのかい？ウェルキー、失礼なこと言わないの。失礼じゃないさ。カメレオンは温度や光を感知して体の色を変えて自然の中に溶け込んで存在を消すことができるすごい生物なんだよ。ただし自然界にはない真っ赤や真っ黒にはなれるわけではなくて。何の話だ？おい、ウェルキン、隊長さんが呆れてるぞ。気がつくとなぜか生き物の話になってるのよね。悪いね。うちの隊長は生き物の話になると止まらないんだよ。ごめん、ついね。作戦会議の準備を始めよう。そうしてくれ。ウェルキン・ギュンター少尉か。気楽そうに見えるが到着は俺たちより早かった。
この男、ただものではないな。我々の現在地はここだ。ここから帝国軍の陣まで距離2キロ地点へ接近し、義勇軍第三中隊に合図の信号弾を上げる。信号弾打ち上げの地点を決めないといけないな。二手に分かれて2カ所で打ち上げるべきだ。いや、2発だけというのは逆に怪しまれるかもしれないよ。では分かれて、一方が信号弾を打ち上げて、別部隊が牽制攻撃なら。うん、それがいい。双方の位置取りが重要だね。あれ、この森は確か槍オオカブトが生息していたはずだよ。真夏だったら見られたんだけど。メルキー、また急に虫の話をして。あ、でもカブトムシなら私も飼ってましたよ。サーティン、その話には乗らなくていい。ギュンター少尉、作戦の続きを。セブン兄さん、大変です。警戒範囲に敵影が確認されたそうです。規模はおよそ1個小隊。まずいな、隠れるにはもう遅い。ギュンター少尉、会議を中断して戦闘準備を。あ、話はまた後で。グスルグ、状況報告を。接近中の部隊は帝国軍だが、少し雰囲気が違うようだ。敵はこちらに気づいているのか。まだだ。向こうは移動中で、こっちは潜伏中だからな。だが奇妙なことに、敵部隊は南東から接近してくる。南東？北東の大部隊からの偵察じゃないのか。全く別の部隊かもしれん。何にせよ、うまく仕留めないとまずいな。大部隊に気づかれる前に仕留める。戦闘準備、急げ。ダハウ大尉、北西方向に未確認の部隊が潜伏している模様。数は不明、いかがいたします？ガリア軍の部隊だな。友軍の背後をつく狙いか。面白い。仕掛けてみよう。北東に展開する友軍大隊に連絡すべきでは。我が特別遊撃部隊は極秘任務中である。友軍にも存在を隠す立場だ。友軍大隊との距離も遠い。ここは内密にことを処理するとしよう。了解です、ダハウ大尉。総員、戦闘準備。目標は前方のガリア軍部隊だ。よし、各員戦闘配置につけ。もう敵の攻撃が始まっています。先手を取られるとは。発見はこちらの方が早かったのに。第7小隊より報告、敵部隊の右翼に回り込んだ。攻撃を開始する。早い。422部隊はもっと連動を高めなければいけないな。クルト、敵の兵士を見ろ。ダルクス人ばかりだ。帝国のダルクス人迫害はガリア以上のはず。一体どんな部隊なんだ。考えるのは後だ。各員、迎撃急げ。
第七小隊のおかげで敵部隊を撃退できた。感謝する。いや、敵の注意がそちらに向いていたからうまく側面をつけたんだよ。どちらか一部隊だったら絶対絶命だったな。ギュンタ少尉の部隊は統率が取れていて行動が早い。見事だった。いい仲間に恵まれたと思う。なんだか自分が褒められるより嬉しいな。仲間？そう、生まれも育ちも年齢も違うけど、祖国を守りたいという思いで集まった仲間だよ。喧嘩も多かったけど、喧嘩をするほど仲がいいというしね。別にあたいたちは喧嘩なんかしちゃいないよ。言いたいことを堂々と言ってるだけさ。まあな、それが結果的にうまくいっているだけだ。そうなのか。今後の参考にさせてもらおう。ところでセブン、君の名前は教えてもらえないのかい？軍事機密扱いで教えることはできない。知れば君にも迷惑がかかる。厳しい部隊なんだな。長居するようなところじゃない。それだけは確かだ。そうか。では最後に肝心な陽動作戦を実行しようか。そうだな。ガリア軍は軟弱だと聞いていたが、できる部隊もいるようだ。そうでなければ面白くないがな。ダハウ大尉、友軍への連絡はよろしいので？不要だ。栄光ある帝国軍人がダルクス人に忠告されてはさぞ不快だろう。拠点に戻るぞ。はっ。さあ、時間だ。頼むぞ、ギュンター少尉、バーロット大尉。信号弾が上がった。総員一斉射撃、派手に撃ってくれよ。任せな。それ、ロージーさんには負けられませんわ。あれはガリア軍の信号弾。副兵か。銃声も確認。後方に敵部隊がいます。信号弾を確認した。全軍突撃だ。一気に敵を突き崩せ。前方のガリア軍が突っ込んできます。攻撃だと？隊長、各部隊が指示を求めています。撤退だ。こんなところで無理をする必要はない。全軍東へ向かい。どうせガリア軍は深追いしてこない。帝国軍東へ向かって移動開始しました。深追いはするな。距離を保ちつつ敵部隊を追い立てろ。はっ。ひとまず勝利といったところか。それにしても、あのセブンという隊長、こんな危険な作戦を当たり前のように提案しやってのけるなんて。ネームレス、彼らに助けられたわね。義勇軍第三中隊の勝利はガリア軍全体の士気を大いに高めた。帝国軍は中部戦線を突破すべく戦力を集めるが、ガリア軍もそれを許さない。帝国軍の勢いを止め、どうにか防衛線を維持できたのは、この戦いでの一勝が大きかったと後世に語り継がれることとなる。